ありますね。はい、渋谷康之のたたられ階段ズーム会。何ですかそれは。これはもう関西支部がね、すごくよくあのイベントをね、やっていただきましてね。うん、乱発じゃないですか、ちょっと。乱発ですね、本当に。はい、実力派実話怪談師、渋谷康之が送る、オープンな場所では語ることのできない、聞くとたたられる話だけの回。何ですか、それは。それは何ですか、どういう意味ですか、それは。いや、それ、渋谷さんの怪談会をズームでやるというか、ね。やるんですよ。聞くとたたられる話って怖いですね。うん、今回はたたられない程度に語ります。何ですかたたられない程度。たたられない程度に。限られた人にだけ話すことができる本当の恐怖。うん、パンドラの箱を開けるのはあなたです。うん、自己責任でご参加ください。初めての方もお一人様でもお気軽にどうぞ。うん、特別ゲスト。有名な怪談師たちに数多くの怪談を提供してきた、あの伝説の怪談サイト管理人、黒犬藤井さんって読むんですか？黒犬藤井さん&かよ、心霊屋 .com。 何なんですかそれは。私もよくわからないですけど。あの、これ関西で活躍されてる方ですかね。藤井さんと、はい、とかよさん。あの、ご夫妻。ご夫妻なんですかね。うん、はい。で、心霊屋 .com。うん、4月24日の土曜日、21時開演、うん、22時30分終了予定、うん。で、途中休憩があるそうです。なるほど。はい。会費が1000円、税込み。うんうん、1000円、ね、安いですよね。うん、はい。支払い方法が事前振込。事務所の口座を参加者にお知らせしますので、前日までにご入金願います。渋谷さんの階段怖いんですよ。怖いんですか。渋谷さんの階段は、はい、うん、確か3点差で三木大雲に肉薄して準優勝だったから、はい、ね、はい、あの、かなり優秀ですよ。あ、そうですね。3点、うん、たったの3点の差で。そうなの。意外と知られてないですけどね。はい、なるほど。うん、はい。で、ご入金確認後に参加エントリーとなります。はい、当日のキャンセルは対応しかねます。うん、ズーム会議室 UR などは当日お知らせします。うん、お申し込み方法は、本名とズームネーム、お住まいの都道府県、携帯のご連絡先、当日ご連絡が取れる番号を記入してメールにてお申し込みください。はい、ということですね。はい。はい、目白押しでいろんなイベントがありますね。いろいろやってますね。はい、ということで、ではお便り会始めさせていただきますね。はい、なんか基準が厳しくなったとか言いながら、そうでもないなと思いながら、はい、今回何本ぐらい？今回はですね、7話かな、うん、ありますよ。はい、はい、まずですね、ビンタロウ先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さん、こんばんは。4月3日のビンタロウ先生、近光さん、アーリンさんの剣談ライブ、すごかったですね。うん、パワーをいただいたので、今後が楽しみな大阪の K さん。定談ライブね。ごめんなさい。定談ライブ、うん。はい。ということで、パワーをいただいたそうですね。うん、今日は死者の声が聞こえてきた話です。うん、一度は小学4年生の時で、祖父の葬儀の真っ最中でした。うん、私は祖母の隣で最前列にいて、読経が心地よく響く中、はっきりと男性の声で、やっぱり線香の煙は美味しいというのが聞こえてきました。へー。声は前から、家より奥から聞こえてきたのです。でもそれは祖父の声ではなかったように記憶しています。うん、そして私にしか聞こえていませんでした。美味しい、うん。美味しいんですね、線香の煙。あの、麹木って言うんですよ。はい。線香の匂いを食べると書いて。はい。で、麹木って言って、はい、線香の匂いをお召し上がりくださいと言って、はい、線香を死者にあげるんですよ。はい。へぇ、知ってました？知らなかったです。死者は食べるんです、その匂い。そういう妖怪がいるんですね。いやいやいや、妖怪じゃない。みんな食べるんですよ。あ、妖怪じゃなくて、みんなですか。ご主人も、はい、あ、美味しいって食べてました。あ、そうなんですね。うん、時々揚げ忘れたりしてますけど、ね。かわいそうに。お腹すかせました。お腹すかせてね、幽霊なんて出てくればいいのにね、それでね。やっと。クリームでね。はい。二度目は、亡くなった父の枕元で上の方からやはり男性の声で、おーい、おーいというものです。
部屋には祖母やおじなど数人いましたが、その声も私にしか聞こえていませんでした。あ、3度目はおじが亡くなって納骨を済ませた後でした。親戚と歩いて帰る途中です。目の前に濃いグレーの蝶が現れました。かなりの大きさで地味なグレーの蝶がまとわりついてきて、まるまる、これおばさんの名前を頼んだぞと言って消えました。行ったんですか？行ったんですね。それは間違いなくおじの声でした。おじ夫婦には子供がいなかったのです。おじさんね、じゃあ残されたねおばさんをね頼んだぞと。このグレーの蝶々っていうのはね、何でしょうね、あんまりね見かけないですね。そうですね、グレーっぽいガーとかはいますけどね。はい、そのおばも亡くなり、納棺が終わった夜のことです。部屋におばが現れ、やっぱり死んだのかと言って消えました。え、おばの姿は等身大ではなく、背が1メートルくらいとコンパクトになっていました。ちっちゃく、ちっちゃくなってたんですね。ちっちゃくなって、あ、はい、やっぱり死んだのか、やっぱり死んだんだって確信したの。そうですね、なんか確かめに来たんですかね。はい、別の部屋にいた息子が今ばあば来たと言ってきたので、これが最後と家中を見て回っていたのかもしれませんね。ひとまずこれで終わりますということでですね、いろいろお葬式でやっぱ見てるんですね。そうですね、ね、いろんな声が聞こえてしまうんですね。でこの方ね、その2もあります。死者の声その2、はい、次は霊体から挨拶された話です。挨拶、挨拶、今から28年くらい前のことです、当時私は母方の祖母が入院している田舎の病院に祖母の付き添いとして出入りしていました。夕方から朝まで脳梗塞で寝たきりとなった祖母のベッドの傍らにいて、ちょっとした世話をするのです。深夜はいつも祖母が寝入ったのを見届けてから単行本を手に1階の自販機コーナーへ行っていました。大体が午前2時過ぎだったと思います。自販機コーナーは夜間も明るく、ベンチもあって缶コーヒーを飲みながら本を読んで時間を潰すにはもってこいの場所でした、霊安室が通路を挟んで隣にあるためか、夜間は利用する人に出くわしたことがなく、私にとっては一休みする格好の場所になっていました、いきなりです。こんばんは。男性のろうろうとした声が自販機コーナーの出入り口から聞こえました。誰だそうですね、見ると80歳を過ぎた感じのとても背の高いおじいさんがニコニコしながら立っているではありませんか。誰ですかね、誰ですかね覗き込むようにじっと私の目を見てくるおじいさん、いつの間に。私は少し違和感を覚えました、おじいさんは帽子をかぶり、黒縁の眼鏡、グレーのブルゾン、セーター、茶色のニッカポッカ、深緑のハイソックス、登山靴、杖。季節は夏です。いくら寒がりでもこのいでたちはちょっと異様です。感覚的に関わりたくないと感じましたが、当たり障りのないようにこんばんはとだけ挨拶してまた本を読み始めました、このおじいさんも付き添いかもしれないし、田舎ではどこでどう人がつながっているか分かりませんから無限にできないのです、不愛想だったかなと思い、ちらっとおじいさんの方を見たら姿がありません、挨拶してまだ数秒しか経っていないのに、急いで自販機コーナーから出て見回しましたが、おじいさんはどこにもいませんでした、もしかして生きた人ではなかったのか、私はハッとしました。おじいさんが立ち去るのに音が全くしなかったからです。その場所からは左右どちらに行っても引き戸があって、開けたらサッシのカラカラ滑る音がしますし、床はワックスがかかっているので歩くとギュッギュッと鳴り響き、音なく移動するなんてできませんから、私には見覚えのない顔でしたし、何をしに現れてきたんでしょうね。いたずらか、まさかのナンパ。挨拶だけで済んでよかったと思いました。以上です。なんでしょうねこのおじいさん、ねえ、明るくこんばんはと、なんかね病院さまよってるんですかね。でしょうね。はいはい、ということでね、2つのお話、大阪の K さん、どうもありがとうございました、はい、次が、ビン太郎先生、アイムさん、はじめまして、夏ももと申します。はじめましての方ですね、
いつも興味深いお話ありがとうございます、うん、子どもの頃からオカルト好きで育ち、周りからは少し変人扱いされている今年還暦を迎えるおばさんです、うん、早々にお話に入ります。7年前私の母が亡くなりました、うん、3年前に父も亡くなりました、うん、母が亡くなって数日経った頃、母が夢に出てきました。お、あんたもうすぐ旅行に行くでしょ、あんたの好きなコロッケ注文しておいてあげたから。え、母ちゃんが注文してくれた。そうなんです。そう、夢の中の母が言いました、うん、本当にありがとう。そう返したものの、私はなぜコロッケって不思議に思いました、うん、それと旅行に行く予定なんてありませんでした、うん、夢はまだ続きます。場面が変わり、私は海の岩場に立っており、海面まで高さがありました。すると誰かが私の背中を突き飛ばし、私は海に落ちてしまいました、うん、私は泳げないので、ああ私ここで死んじゃうのかなと思いました、うん、すると目の前に母が海面から現れて、私の人差し指一本をつかみ、岸まで引っ張って行ってくれたのです。そこで目が覚めました、うん、今の夢は何だったんだろう、どういう意味、不思議すぎて今でも理解できないでいます。まだあります、うん、母が亡くなって5ヶ月後、父が農作業中、軽トラックの荷台から田んぼに頭から落下してしまいました。うん、2メートル近く落下したため、首の骨を脱臼骨折してしまいました。うん、2度の大きな手術、約5ヶ月の入院。その入院中、起きた不思議な出来事。母が使っていた携帯電話を入院中の父に持たせていました。うん、ほぼほぼ引き出しに入れっぱなしで使うことはありませんでした、うん、ある日明け方4時ごろ、私の携帯が鳴って目が覚めました、うん、こんな時間誰だろうと起きましたが、すぐに切れてしまいました、うん、着信履歴を見たら母と出ていました、うん、なんで。私はその時父が母の携帯を持たされていたことは知りませんでした、うん、後で姉に聞かされました、うん、で父に聞きました。あんな時間に電話かけてきて何かあったのかって。父はそんなこと全く知らないと言い張り、うん、携帯を確認したら確かに発信歴はありましたが、だいたいそんな時間に電話かけるなんてまずありえませんよね、うん、またもや母が何か私に伝えたいことがあったのか、うん、未だに分かりません、うん、まだ他にも細かなことはありましたが、大きな出来事だけ書きました。父に関することにも不思議な話がいくつかありますので、またメールさせていただきます、うん、ということですね。いつもアトラステレビ楽しみにしておりますので、うん、これからもよろしくお願いいたします、はい、アトラステレビを楽しみにしているんですね。ラジオの方は楽しみ、ラジオ楽しみしてラジオも楽しみにしてください、ね、はい、ということでね、はい、ね、不思議なお話でしたね、うん、はい、夏ももさんどうもありがとうございました、はい、はい、次がですね、山口先生、タートルカンパニーの皆様こんにちは、うん、メイです、うん、カリフォルニアのメイさん、メイさん、本日は過去に経験した奇妙というかびっくりしたお話をメールさせていただきます、うん、今から約25年前くらいの話です、うん、私は北米にはすでに移住しており、現在の居住地付近に住み始めた頃のことです。うん、髪の毛をカットしたく、日本人専用のタウン誌で日本人の美容院を探し出し予約しました、北米に住む方々はお分かりかもしれませんが、こちらの美容院は本当にピンからキリまであり、特にその当時ひどいものが多く、日本のそれとは比べ物にならないところが多かった、今でも多いように思います、それレベルが低いってことですか。そういうことなんですか ね、なんかすごい髪型にされちゃうんですかね、どういうことでしょうね、うん、はい、今のようにカーナビも普及しておらず、地図を頼りに運転してなんとか美容室にたどり着きました、うん、その日本人の美容師さんは当時40代後半もしくは50代前半くらいのとても気さくな女性でした、うん、その方をティーコさんとします、うん、ティーコさんといろいろ楽しくお話をしているうち、お互いの出身地の話になりました、うん、私の出身地の話になると、ティーコさんは、あ、私そこの土地知ってる、親戚がいるとおっしゃりました、うん、そうなんですねと言いながら、またいろいろな話に花が咲いておりました、うん、ほとんどはティーコさんのお仕事経営、北米暮らしによる愚痴、苦労話などでした、
その時私はストレートパーマをかけてもらっていましたので、当時はかなり長い時間かかりました。ティーコさんは私にお茶やお菓子をくれて、途中ティーコさんの娘さんもお店に来たりし、みんなでおしゃべりを楽しみました。帰る間際、髪の仕上げをしてくれている中、ティーコさんが私の出身地に住んでいるという親戚の話を再度しだしました。住んでいる具体的な最寄りの駅名を言い、そのあたりではその名字の家は1軒しかないのよ、〇〇って言うんだけど、メイさん知らないわよねとおっしゃいました。私は凍りつきました。〇〇という方、家を私は知っていました。私が以前お付き合いしていた方です。結婚直前いろいろあって、揉めに揉めて最悪の状態で縁を切った方、家族の方々でした。北米に来たのは他に理由があったにせよ、自分の中で過去から逃げ出したいというのもどこかにあったかもしれません。その名前は避けたく、一生聞くことはない名前だと当時は感じていました。なのにこんな遠方にまで来て、ふっと見つけた行った美容室の女性からその名前を聞くとは夢にも思いませんでした。私は必死に知らないふりをしました。ティーコさんはそりゃそうよね、知らないよねと笑いながら話を続けていました。大げさでありますが、運命のようなものを感じていました。私は帰りの車の中、やはり過去からはどんなことをしても逃げることはできないのだなぁと痛感しました。私の中で消化できていない感情をあぶり出されたのだ、向き合っていかなければならないと感じました。やはりどこかで怒り、何とも言えないもろもろの嫌な感情をずっと抱えていたのです。もう随分時間が経ち、今は完全に過去の問題を解消できたのかは不明ですが、当時定期的に夢に出てきていたその方は最近ではほぼ夢には出ません。ひどい時はその方が出てくる夢を毎日見ておりました。こういう経験をされている方はたくさんいると思いますが、メール読んでいただきありがとうございました。ということですね。よほど嫌な思い出があるんですね。そうですね、もう二度と聞きたくない名前だったのに、ね、あろうことか、ね、聞いてしまったという。そこは親戚だったと。はい、はあ、世間は狭いもんですね。そうですね。ということで、もう今はね、その嫌なものは少しはね、なくなったのかなと。はい、はい、ということでね、メイさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、次がね、タートルカンパニーの皆様、リスナーの皆様、こんにちは。毎日の配信楽しみにしています。はい、4月3日の運気が上がるビッグスリー、生対談とそのアーカイブもどうもありがとうございます、名古屋市在住、前世は三毛猫。 あれね、はい、あのあれね、はい、かけっぱなしにしてね、はい、あのみんな寝てる人はいるんですよ、はい、何人か、はい、運気が良くなるって、良くなるって言ってました。あのビッグスリーの かけっぱなしにすればいいんですね、はい、寝る前にかけっぱなしにして寝るんですよ、はい、そうすると運気がアップするって。あ、そうなんですか。だからごつ、はい、すごい上がってる、ね、上がってるんですね、回転数が、はい、だからあのやつだけがね、はい、やたら伸びてるんですよ。伸びてますね、うん、視聴回数で毎回あなたひどいね。そうです、毎回あなた苦労することないよね。ないけどね。いや、だからあの、はい、うん、あれ相当いい運気が出てるらしいですよ。すごいですね。だから、はい、みんなこれ繰り返し聞いてくださいね、寝る前にね。はいはい、はい、ということですね。はい、前世は三毛猫、ミケランジェロの猫ニャンさんです。はい、今から30年近く前、私と夫は岐阜県の、郡部の町の古民家に住んでいました。江戸時代後期の建物で立派な蔵と庭があり、元は庄屋さんだったそうです。長い間空き家だったのを1988年、昭和63年頃、大家さんが購入して母屋に住み、私たち夫婦は1993年から94年、平成5年から6年に離れを間借りしていました、大家さん、当時40代半ばの男性から聞いた話では、かつて幕末の志士が資金調達のためにその家を訪れていたとの言い伝えがあるそうです。ちなみに少し離れた市には桂小五郎の離れ、あ、間違えちゃった、隠れが跡、桂小五郎の隠れが跡があります。
さて、私たちはよく大家さんのいる母屋へ行って一緒に話をしていました。その母屋では不思議な現象も起きていて、夜母屋の前の庭に高さ約3メートル、幅約1メートルの白いアメーバ状の物体がたびたび現れ動き回った。どういうこと？これはなんかすごいですね。高さ3メートル、幅1メートルの白いアメーバ状の物体が動き回るんですね。何でしょうこれ。はい、今の仏壇の閉まっていた扉が勝手にゆっくりと開いてほぼ全開になり、すぐにまたゆっくりと閉じていった。大家さんと仲の悪い知人が亡くなった日の深夜、その知人の霊魂と思われるものがやってきて大家さんの寝室の前で何時間もわめき続けた。これもなんかすごいですね。朝になってその場所に行ってみると線香の強い香りが漂っていた、などありました。大家さんもオカルト好きな人でそれらの出来事を楽しんでいるようでした。が、一番大きな謎があったのはお手洗いの中です。田舎の古い家ということでお手洗いは母屋や離れの中にはなく、母屋の縁側から続いている外廊下を10メートルほど進んだ先に独立した小部屋としてありました。外廊下に明かりはなく、夜懐中電灯を片手にそこを歩くのはかなりゾンゾンしたものです。ゾンゾンするんですね。ゾンゾン、怖いですね。懐中電灯だけでね、来ますね。ね、来ますね。家の外なので冬場はとっても寒いですし、その廊下付近で一度も怪しい現象が起きなかったのは、これから用を足そうとする者にとって非常にありがたかったです。で、お手洗いの中ですが、当時水洗ではありませんでした。そして室内の前方にあった掃き出しの窓の向かって右側の柱に一人の人物の顔が浮かんでいました。その人物はセゴドン、西郷隆盛。セゴドンの画像を検索して一番最初に出てくるエドアルド・キヨッソーネエドアルド・キヨッソーネ作の有名な版画は想像で作られたもので、本物の彼の姿ではないようですね。ですが、そこの柱にはその版画のまんまの顔があったのです。頭部のみで大きさは縦4センチほど、4センチ、柱の表面に樹液が染み出してきてできたのか、凹凸はなく、顔の輪郭、髪の毛、顔のパーツはすべて焦げ茶色で緻密に表現されていました。見た目は本当にセゴドンの版画を柱に刷り込んだかのようでした。発見した時はさすがにギョッとしましたが、悪さをしてくるわけでもなく毎日見ているうちに慣れました。それに版画と同じように彼の顔はちょっと左を向いていて視線が合うこともありませんでした。先に書きましたように、その家は元商屋さんで、幕末の志士が資金の調達に訪れていたとの言い伝えがあります。なのでセゴドン、それとも彼の影武者も来ていたのでしょうか。不思議なのは、大家さんも私たち夫婦もオカルト好きで、そこの柱に謎の顔があるのを知っていたのに誰もその話をしなかったことです。お手洗いの中に入ると顔のことを思い出し、外に出ると忘れる、記憶を失うという見えない仕掛けがあったとしか言いようがないのです。なので写真は撮っていません。実際、私が大家さんや夫と柱の顔の話をしたのは私たち夫婦がその家を出た後でした。何か触りがあると困るので、やはり写真は撮りませんでした。証拠となる画像がなくてすみません。柱の顔がいつからそこにあったのか、セゴドン本人なのか、それとも他の誰かなのか分かりませんが、なぜそのような場所に現れていたのでしょう。古民家のその後ですが、1994年平成6年に私たちが別の町へ引っ越した後、1年ほどして大家さんが急な病気で亡くなり、そこを相続した人が土地を売ったため建物は全て取り壊されました。現在跡地には地元の消防団の施設が建っています。謎の顔が浮き出た柱はどうなったのか不明です。メールを読んでくださり本当にありがとうございました。新たに不思議な体験をしましたらまた投稿させていただきます。なるほど、ということですね。で、バイニャー、バイニャーなってます。そう、西郷さんのが私たちが教科書で見た顔とは違う顔って聞いたことが違いますよ。違うんですね。写真嫌いだった人ですからね、はい、西郷さん、はい、あの顔は、はい、
弟と、はい、いとこの顔を混ぜて作った、はい、混ぜて作ったんですね。うん、で、うん、あの奥さんが、うん、あの人の顔は焦げな顔じゃなかったで、うん、とか言った、はい、言ったらしいですよね。はい、ああそうだったんですね。うん、だから違うみたいですね。違う顔だったんですけどね、うん、この柱に浮かんだ顔っていうのはね、そういうの違うという顔だったんですかね。そうですね。で西郷さんの画像を検索して一番最初に出てくる画像っていうことですね。うん、そうですね。架空の人の顔ですからね。あれはね、そうですね。ということなんか柱にねそういうものが浮き出てきちゃうと怖いですね。うん、柱とかあと石とかに顔が映ってると怖いですね。うん、はい。ということでね、猫にゃんさんどうもありがとうございました。はい、ちょっと待ってくださいね。喉かわいいな。はい、はい、次がねお手紙が来てましてね、はい、戦略、はい、山口敏太郎先生、アイムさん、スタッフの皆さん、はい、いつも楽しい放送をありがとうございます。ゆうゆうです。ゆうゆうさん、友達が遊ぶと書いてゆうゆうさん。あ、前ももらったよね。そうなんですね、はい、はい。前回は私の不思議なお客様についてお読みいただきありがとうございました。うん、開運はがき、アイムさんのサイン入りが届いた同じ頃、うん、我が家に驚くような話が舞い込み、うん、本当に開運はがきってパワーがあるんだなぁと実感しました。いやり。何ですか？それはなんかの気のせいです。そうですかね。うん、アイムのサインがあるやつは外れとね、いつも言ってましたからね。まあ、アイムとか夢郎のサインは外れです。外れなんですね。うん、でもね、ゆうゆうさんはいいことがあったらしいですよ。あったんですか？はい。ということでね、はい、いいことはちょっと待ってくださいね。はい、あとね、不思議な体験といえば、以前某旅館の女将代理として働いていた頃、千葉県にある不動院の大あじゃり様からとてもよくしていただきました。ある日、あなたの自宅に荷物を送るというので自宅の住所を教えると、何日かして本当に荷物が届きました。うん、夕方だったので玄関の電灯をつけ荷物を開くと、なんと玄関の電灯がパーンと音を立てて切れてしまいました。それからスイッチを押しても何の反応もないので、父親に蛍光灯が切れたから変えてとお願いし、開けた荷物をまたしまって別のことをしました。夜寝る頃、何気なく玄関の電灯をつけると普通についたので、お父さんありがとねと言うと、父親は何もしていないとのこと。うん、大あじゃり様にその話をすると、エネルギーの強いものが来るとその家にいる霊的なものがびっくりして電気系統に作用することがよくあるとおっしゃっていました。うん、霊といっても怖いものではなく、精霊など自然霊の方が多いし、私の家も精霊みたいなやつだったとのことでした。うん、先生の事務所のデータトラブルもまたその類なのではと思いました。うん、世の中は不思議なことだらけです。うん、もう少しよくわからない不思議ネタがあるので、またお便りします。はい、ということですね。だからよくね、データが消えてしまったとかあるのは、なんか精霊の仕業ですかね。小坂の仕業でしょ。人間の仕業でした。ねえ。はい、ということでね、はい、ゆうゆうさんどうもありがとうございました。結局何送ってくれたんですか？あ、送ったやつ話したって大丈夫かな。ちょっとなんかね、カッコ書きになってたんですけれども、なんかね、ありがたみのあるものですね。ありがたみのあるもの、ありがたみのあるものが送られてきてますね。食べ物とかじゃないんですよ。はい、ということですね。はい、どうもゆうゆうさんありがとうございました。はい、はい、次がですね、はい、山口先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さん、こんばんは。目玉おやじです。うん、オカルトとは関係ないですが、うん、先日リンゴを買ったら怪しいリンゴが混ざっていました。うん、もっこりしていましたが、食べたら美味しかったです。うん、あとはアイムさんも大好き、エッチなナスです。うんうん、何に興奮したんですかね。何ですかこれは。あ、そういう、こういう、またこういう、またこういう、私もネタですね。そうですね。いや別にこれナスの顔じゃないんですか。これ鼻でしょ。鼻が尖ってるんですよ。頭はここですよ。そうそうそう、頭はここです。下半身ですよ。なんで下ネタになっちゃうんですか。鼻ですよ、鼻。鼻ですか。鼻ですよ。
関心じゃないですか。違います。違います。そういうふうに見たいんですか。このね、リンゴのね、もっこりリンゴもね、結構よく見かけますよ。あの、ペットの餌とか買うときに、なんか、こういう方がなんか、いっぱいって言ったらあれですけどね、リンゴの体積がありそうで、こういうの選んじゃったりしますよ。ね、美味しかったそうでね、うん、よかったですね。よかったですね。ということで、目玉親父さん、うん、とても面白いネタを、うん、ありがとうございました。ね、はいはい、はい、次がアニマルクラブやってまいりました。終わりましたか、ついに。アニマルクラブ、それはアニマルクラブのはい、最近じゃあ学校のチャイムではなくて、そのキンコンカンコンにね、あのハマっているということですね。はい、はい、山口先生、アイムさん、皆様こんにちは。メイです。メイさん、はい、再びのメイさんですね。本日開運ステッカーたくさん受理しました。ということでね、カリフォルニアにステッカーが届いてますね。メイさんね、たくさんお話を送っていただいてたので、あの最初どっか違う国行ったんでしょ。違う国行ってませんよ。メイさんのやつ。メイさん、いやいやいや、メイさんのはちゃんと行ってて、ね、ベトナムの方でしたかね。どっかジャカルタかどっかに行ったんじゃなかったですか。メイさんのですか。メイさんじゃなかった。じゃなくてね、他の方のがね、1ヶ月ぐらいね、さまよってたんですよ。ジャカルタに行った。ベトナムかタイの方でした、確か。うん、ジャカルタに行った後、北米に行ったじゃなかった。はい、そういうふうになんか言ってました。なんか、そんなことを言ったような気がします、うん。あ、そうですか。メイさんじゃなかったかもしれない。知らない、うん。とりあえずなんかね、受理しましたってことで、よかったです、うん。ちゃんと届いて。うん、よかったよかった。はい。ね、あのステッカーはとりあえず我が家の仏壇に置いておきます。仏壇に仏壇に置いてくださるそうです。北米大陸の、はい、ね、はい、今日は時々我が家のマイニアの花を食べてしまう可愛い動物の写真を送ります。近くにたくさんおり、今日の1枚はアトラスラジオを聞きながら散歩中に出会った可愛い鹿です。鹿がね、近くに出るんですね。こういう感じの鹿さんが、はい、ね、鹿と遭遇してしまうんです。こういうところ住んでるんですか。そうです、なんか大草原の、でもお散歩コースかもしれないですよ。ここに家がポツッとあるんじゃなくって、お散歩コースーでも割とね、こういう草原の、割と大草原の小さな家みたいな、そんな感じかもしれませんね。メイさん、 ね、すごいですね。うん、鹿さん、僕見てましたよ、はい、大草原の小さな 家、はい、ローラとか、ね、ローラですね、はい、女の子3人兄弟よね、はい、僕はお姉さん好きですけどね。そうなんですか。ローラはちょっとブサクじゃないですか。なんでそんなこと言ってる。ブサクだからあんま好きじゃない。いやいやいや、あのね、成長すると美しくなったりするんですよ。いや結構ね、小さい頃ブサイクだったりすると ね、大きくなってね、っていう風になんか美しく変身したりしますよ。あ、そうかな。私小さい頃めちゃめちゃブサイクだったですよ。今でもとか言わないでください。今でもとか言って。あ、そうだ、そうだ、そうだ。そうですよ。はい。はい。ということでね、メイさんどうもありがとうございました。はい。はい、次がですね、なんと、昭和ネタいきますよ。はい。よろしいですか、昭和ネタ。はい、どうぞ。昭和ネタピンポンとか何にも話さなくて。はい。はい、タイトル、空から降るチラシ。ビンタロウ先生、アイムさん、いつも楽しい番組をありがとうございます。トヨちゃんです。うん、だんだん口が乾いてきた。トヨちゃん。多分、昭和30年代後半のことだと記憶しています、うん。昼下がり、幼い私が家で遊んでいると、プロペラ飛行機が低空で飛んできて、地上に向かってバサーッと何百枚というチラシを振りまいて去っていきました。当時はチラシとはそんな豪快なやり方で巻かれていたのです。そうでしたか。ちょっと私それはね、見たことないかな。もうこれは見たことないですね。うん、私たち子供は大空に向かって両手を広げ、ワクワクしながらそのチラシが落ちてくるのを待ったものです。わらばんしを鮮やかな桃色に染め、ガリバン釣りで刷られていました。母に見せると、婦人服大放出とか年末大特価とか読んでくれました。青空の中の大量の桃色のチラシは、私たち子供におとぎ話をしてくれるようにひらひらと舞い、いつ見ても綺麗だなと思いました。今はチラシもスマホの中ですね。最後までお読みいただきありがとうございました。そうですね、確かにチラシがね、スマホになっちゃってますね。ちょっとね、あの我々の娘はね、もう新聞に書いてるじゃないですか、はいはい、あ、そうですね、はい、なんかあの、うん、ちょっと我々より上の世代は、はい、
飛行機から奪えたって話は聞いたことあるんですよ。はい。でもね、実際に僕は拾ったことはないですよ。はい。ちょっと私もね、見たことはね、ないですね。うん、そうですよね。そう、新聞の中に入ってるチラシもね、すごく楽しく見てましたね、うん、やっぱり ね洋服、どんな服が流行ってんのかなとかね。まあでも最近はあれでしょうね、うん、スマホで各地域のスーパーのチラシが見れる時代になりましたからね、はい、そうですね、そういう時代になってしまいましたね、うん、はい。ということでね、老人の方はどうやってチラシとかね、やっぱりね、そうそう、新聞を取ってる方は新聞にチラシ入ってるかもしれませんけど、それはもうあれじゃないですか、はい、スーパーの前まで行って、はい、スーパーに貼ってるチラシをこうやってじっと見て、はい、これにしようと、もう直接行っちゃうんですね、スーパーにね。それじゃないかな、それはそれでいいですよね、うん、でスーパーなんか 3,4 軒こう回って、うん、ね、一番安いの買ったりとかね、そんなこと感じでしょうか ね、そういう感じですかね、うん、はい。ということでね、トヨちゃんどうもありがとうございました。はい、はい、はい、不思議な話、妖怪の話、心霊体験を募集しております。メールくださいね。tokushima5566 @yahoo.co.jp 徳島5566 @yahoo.co.jp までお手紙を待っております。おはがき、お手紙じゃないと嫌よという方は、ね、実際に手紙と封書でくれても構いません。千葉県船橋市新高根、新しい高い鉄工6丁目27番2号、株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いします。皆さんの不思議な体験、霊体験、友達から聞いた奇妙な話待っておりますので、どしどしご応募ください。はい。それからメールマガジンサイバーアトランティアも気合い入れてやっております。頑張ってやっております。皆さん支えてください。皆さんの一票がこの日本を変えるんです。サイバーアトランティア、メールマガジンよろしくお願いします。ノートの方で帝国心霊学園も発売中です。こちらの方もご購入願えたら幸いです。はい、そんな感じで行きましょうか。アトラスニュースもただで読んでね、もう無料で読みますから、チャンネル登録してお気に入れて毎日チェックしてください。毎日不思議な情報を更新しております。それでは皆さん、次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。それでは、バイナラ。さよなら。